アキト、少しの間俺に体を貸せ。修理する。うん。よし、動きそうだ。このまま敵陣に突っ込むぞ。準備はいいか？よし、行くぞ。ああ、やったか。構うな、先を急ぐぞ。ここまで来たんだ。手ぶらじゃ帰れねえな。ああ、必ず周りを取り戻す。私はここで死んだ。悔いを残してね。けどそれもあなたたちのおかげで晴れた。行っちまうのか。もう思い残すこともないから消えるしかない。最後まで付き合えなくてすまない。気にすんな。こんな姿になっても私は死後の世界は信じてない。
そんなものがあったらみんな喜んで死ぬに決まってる。生きなさい、懸命に。行こうぜ、相棒。エリカのことがあいつをこの世に繋ぎ止めてたんだ。その思いがなくなれば消えるだけだ。KK もなのか。だろうな。目的は家族の蘇生じゃないのか。さっき言ってたろ、あいつにとって肉体は魂の器だ。捨て駒に過ぎない。戦わずに済む方法はないのか。ない。邪魔をするなら排除するだけだ。
はないのに。何を見ているって言うんだ。知るか。同情はしない。だが俺が終わらせてやる。俺はあいつを倒すまでは燃料切れにはならねえよ。あんな奴を残して消えられるかよ。あの写真の家族のためにだろ。いい父親だな。まあな。中に入ったら引き返せないかもしれない。準備を怠るな。買ってくれたか。買う必要ないだろ。マジ。戻って準備するか。うん、行くぞ。ここもみんな消されたのか。どこかにあいつがいるはずだ。上に行ってみよう。
兄ちゃんは自分のことしか考えてない。自分のせいで私が死ぬのが怖いんでしょ。どうした？変な声が聞こえる。妹の声だった。あいつらが何か仕掛けてきてるのかもな。おい、どうした？アキト、アキト、行くぞ。マリー、お前の本心なのか。惑わされるな。相手の思うツボだぞ。違う、違うんだ。アキト、しっかりしろ。俺のこといい親だって言ったよな。俺はいい親なんかじゃない。刑事として一生懸命働いてさえいれば家族は守れると信じきっていた。でもな、久しぶりに家に帰ったら俺たちはもう家族じゃなくなっていた。息子は俺が渡したおもちゃをつまらなそうに見ていたよ。スーパーカーになんか興味がなくなっていたんだよ。ケケ、それでも俺はこの戦いから逃げない。守りたいものを守るためだ。マリ！あの人形は時間稼ぎすらできなかったのか。てめえ、肉体の死はただの事象に過ぎない。魂は肉体を離れてこそ本来の姿を取り戻す。死生観は自由だ、否定はしない。だけど独りよがりの妄想に人を巻き込むな。正しい導きはいつの時代も疎まれる。だが君もすぐに理解するだろう。肉体がいかに無意味なものなのかを。マリー様だ！必要な量の魂は集まった。その全てを使い、生と死の境界を破壊する。君の妹は最後の礎として用いられる。とても尊い役割だ。そんなことさせるか！教会が失われれば世界は一変する。私はそこにささやかな楽園を作るつもりだ。妻と娘の魂が永遠に輝き続けることができる。何が楽園だ！そうだ、素晴らしいことを思いついた。この娘にも楽園を用意してやろう。強い意志を持った稀有な魂だ。場合によっては新世界の導き手になれるかもしれない。新世界のマリア、いやイブか。お前の夢物語など何の価値もない。夢か。直接確かめたのか？妹の魂がこの肉体に戻りたがっているか否か。それはこの娘の包帯の下はどうなっていると思う？
肉体に固執しても苦しみが増すだけだ。だからって、おい、惑わされんな。こいつを倒さなければ世界が終わるんだぞ。アキト、しっかりしろ。時は完全に満ちた。ここから世界が変わる新たな始まりの時だ。我が宿願が成就する。立て、やつを追うぞ。マリー、お前は何を。あいつの妄想に取り込まれるな。目を覚ませ。覚まさないならお前を切り捨てる。アキト、お前本当にこのまま。俺はこいつを倒す。自分に勝つ。アキト、お前は邪魔をするな。要は確かめるのが怖いんだろう、妹の気持ちを。自分が命張ってまでやってきたことが全部無駄だった。その答えを聞くのが怖えんだ。あんたに何がわかる。わからねえよ。自分の家族の気持ちさえな。わからねえから確かめに行くんじゃねえか。ケケ、俺は止まらない。お前はどうする。僕も行く。マリに直接確かめるまで死ねない。
まさか自分に引導を渡すことになるとはな。
経験。行くぞ。黄泉の国はまだ先だ。ああ、行こう。これで少しは戦えるな。黄泉の国ってのは味気ねえな。まあそんなもん求めちゃいねえが。何か聞こえる。なんだ、水の音か。誰かの記憶だ。誰だ。女の子ですね。君ももうすぐお兄ちゃんだね。マリちゃんは絵が上手ね。マリ、ちゃんとお片付けできたのか。偉いな。僕の記憶。一緒に通った小学校だ。僕とマリの記憶だ。あの子、マキコの妹じゃなかったっけ。そうだけど。こっち呼べばいい。いいよ、喋ることないっしょ。何でもいいだろ。何でもよくないよ。お父さんとお母さんの結婚記念だよ。やっぱりお揃いのものがいいよね。遠い昔の記憶に思えるよ。母さんが家のことは気にするなって言ってた。何もやりたいことやれよ。
悪い風にばっか考えるなよ。合わないと。そうだ、守りたいものを守るんだ。はあ、もう逃げない。いつもお前の妹もこの中だ。準備はいいか？
家族の晴れの門出を静かに見守ってやることもできないとは、哀れな者たちだ。確かめに来た、マリの意志を。邪魔はさせない。物言わぬ彼女の願いを君がどう知るというのだ。やめろ！彼女が起こしているのか。いや、それでも儀式は止められない。
に。お兄ちゃんは生きて。俺。最後に本当の気持ち話せてよかった。私は間違っていなかった。二つの世界は今つながったのだ。人々の魂は肉体から解き放たれ浄化される。私と私の家族は再び一つとなる。失うことも悲しむこともない。永遠の楽園で。最後だ。